5センチあのペットボトルのキャップ超えられるぐらい上げましょうっていうのをあのお伝えしたと思うんですけど、それって、超えようとするから置いていく走りじゃなくて上げる走りに切り替わるので、その動きに切り替えてから1キロ1本入れないと、置いていく走りのままその感覚のまま1キロ1本入れようと思うと、なんかこういう置いていくのを強くする走りになっちゃうので、そうならないように、感覚としては足を上げてみてください。でこっちの足が降りる前に反対の足を空中で入れ替えてください。それを繰り返す。空中の足をこうやって入れ替えているような感覚で走ると、置いていくリズムじゃなくてこのリズムで、ちょっと軽やかなリズムが作れるので、このリズムで走り出すようにしてください。